乱世終結へと邁進する中、魏はその大将軍しばしを失う。悲しみに暮れる人々、中でも諸葛丹の悲憤は痛切なものであった。その後、呪春を守る諸葛丹のもとへ呉に亡命した文金が現れる。しばし亡き今、魏に明日はなし、呉にて共に天下を目指さん。その言葉に奇形をひらめいた諸葛丹は返答を保留して文金を返す。諸葛丹はすぐさま司馬将に子細を伝えると、彼に策を献じる。埋伏の毒、かつて孫吾が魏の早急を陥れた虚偽の投稿、この策をもって呉をおびき出し一網打尽とする。だが策の成功には司馬将と諸葛丹の間の信頼が不可欠だった。信頼、諸葛丹から発せられた言葉に司馬将は力強くうなずいた。かくして司馬将、大元気、商会は剣謀術数渦巻く戦場へと赴く。戦の真実を見抜く、それが私の役目。敵を欺くため私と戦ったからか。さあ遠慮なく来られる。行くぞ、敵は諸葛丹だ。策だって蹴取られないよう勢いを持て。側の陣は重厚、我が策にお任せください。お仕置きよ。私は策を整えた後、裏手の門を開けます。こちらは後方からの攻撃陣。このままではまずいぞ。一度陣に戻らねばなるまいな。しばしの頼みましたぞ。よし、俺たちは裏手に回るぞ。敵に気づかれないように進まないとな。諸葛丹、うまくやってるぞ。私の手勢を置いていくぞ。諸葛丹とはこんな複雑な策を。まあ何かあっても私が何とかするだけだ。何、呪文がこちらに来たか。本体に伝令を出せ。あまり騒がれると策に響く。早く撃破するぞ。元気、お前に
たれる前に惜しくさせるぞ。邪魔なのはね、耐えられる。この首もらい受ける。覚悟することね。いざ。なんという武勇。敵将討ち取った。私の役目果たさなくて。なんとか無事に到着です。放浪者の諸葛丹を称えてやってくれ。